RSK 山陽放送女子プロゴルフのステップアップツアー山陽新聞レディースカップが開幕し今日から3日間の熱戦が始まりました3年ぶりにホールに響くギャラリーからの拍手去年と一昨年は新型コロナの影響で無観客で開催された岡山県唯一の女子ツアー山陽新聞レディースカップです トッププロとして活躍する渋野ひな子の妹で、プロツアー初参戦の渋野明里子ら、プロとアマチュア120人がエントリーしました。賞金総額は3地まで、今日と明日の予選ラウンドを勝ち抜いた選手が、最終日の決勝ラウンドへと進みます。RSK テレビでは、大会の模様を、明日午後3時半から特別番組で放送します。 RSK 山陽放送、RSK 山陽放送、女子プロゴルフのステップアップツアー、山陽新聞レディースカップが開幕し、今日から3日間の熱戦が始まりました。3年ぶりにホールに響く、ギャラリーからの拍手。去年と一昨年は、新型コロナの影響で無観客で開催された。 岡山県唯一の女子ツアー参用新聞レディースカップです。トッププロとして活躍する渋野ひな子の妹で、プロツアー初参戦の渋野明里子ら、プロとアマチュア120人がエントリーしました。賞金総額は産地まで、今日と明日の予選ラウンドを勝ち抜いた選手が、最終日の決勝ラウンドへと進みます。RSK テレビでは、大会の模様を、 明日午後3時半から特別番組で放送します。この記事について、ネット上では、様々な声が上がっています。女子ゴルフの場合は、コーチや指導者の影響がかなりあるように見えるけど、渋子は、今自分で考えて、自分の実力で戦って世界を目指していますが、キリコもアスリート家系だから、 自分の力で切り開くんじゃないかなと思っています。会場も渋野の妹さんの順位もわからんかった。笑い。女子プロゴルフのステップアップツアー。山陽新聞レディースカップが9月16日、玉野市で開幕しました。玉野市の東寺がオカマリンヒルズゴルフクラブで16被害幕した。山陽新聞レディースカップ。 2022年は3年ぶりに観客を入れて行われました。大会には若手プロ選手と将来有望なアマチュア選手合わせて約120人が出場し優勝を目指して熱戦を繰り広げます。今季、ツアーの賞金ランキング首位に立つ桜井心田のほか 渋野ひな子プロの妹で国内プロツアー初参戦となる渋野明美子。作用高校出身の丹萌野など岡山ゆかりの選手も出場しています。大会は17日までが予選ラウンドで、60位た以上の選手が18日の決勝ラウンドに進みます。女子プロゴルフのステップアップツアー。山陽新聞レディースカップが9月16日。 玉野市で開幕しました。玉野市の東寺がオカマリンヒルズゴルフクラブで16被害幕した。山陽新聞レディースカップ2022年は3年ぶりに観客を入れて行われました。大会には若手プロ選手と将来有望なアマチュア選手合わせて約120人が出場し優勝を目指して熱戦を繰り広げます。 今季、ツアーの賞金ランキング首位に立つ桜井心田のほか、渋野ひな子プロの妹で国内プロツアー初参戦となる渋野明美子、作業高校出身の田んもえのなど岡山ゆかりの選手も出場しています。大会は17日までが予選ラウンドで、60位た以上の選手が18日の決勝ラウンドに進みます。岡山放送、 この記事について、ネット上では、様々な声が上がっています。2022年のステップ、アップ、ツアー10戦目となる、山陽新聞レディースカップが、岡山県の東寺が、岡マリンヒルズゴルフクラブで16日に開幕する。昨年は、岩井ツインズの姉、 アキラ愛が姉妹連勝となる優勝を遂げた。毎年多くのドラマが起こる最終18番では、ウォーターショットも飛び出した。そこで、同ツアーを放送する CS チャンネルのスカイゲーで、16年からラウンド解説を行うプロゴルファーの下村達霧に、今週の見どころを聞いた。今回は、北海道が生んだスマイリー娘、 13日に祝20歳。昨年11月の最終プロテストに合格し、今期からツアーに参戦している宮沢美咲。ステップでは、2000連続でトップ5入りと上り調子だ。そろそろ優勝も期待できそうですと下村が話す。この2大会は、共に、首位で最終日をスタートしています。調子がいい中で優勝には届いていないので、 宮沢さんも、そろそろという気持ちはあるのではないでしょうか。ここまでの戦いを振り返ると、トップ5が3回で賞金ランキングは13。ここで、一気に上位に行きたいところだ。アマチュア時代は、地元の北海道で活躍するも、全国的には無名の存在だった。ところがプロ入りし、今期は、 試合をこなしながら成長を見せてきた。徐々に調子を上げて、ここに来てぐっと上げてきています。7月末のカストロールレディースでは、初日に自己ベストの65を出して首位発進をしています。宮沢は、8月に男子ツアーのマンデーにも参加している。これは、セガサミーカップが、 地元の千歳市開催ということもあっての挑戦。残念ながら通過とはいかなかったが、男子と同じ手から検討した、そんな頑張り屋さんでもある。そんな宮沢の強みはどこにあるのか。まずは笑顔ですね。笑顔の方がプラスになるから笑顔でいます。ということでと、いつもニコニコ、下村が宮沢に聞いたところ、 普段はのんびり、ゆったりしているとのことです。会話中もゆったりした時間が流れましたねと、笑顔を絶やさず話してくれる優しい性格が魅力だ。プレイ中も、基本的には笑顔でいることが多い。カメラマンがレンズを向ければ、とびっきりの笑顔で返してくれる、スマイルを忘れない宮沢だが、もちろん、ショット時は真剣な眼差し。 最近では飛距離も伸びてきており、フェアウェイキープ率も高いので、いいところからセカンドが打てるからパーセーブ率も高くなったようですと安定感が増している。現在のパーセーブ率は6位で、パー4の平均ストロークが2、アプローチが安定しているので、ピンを狙っていって外したとしてもパーを拾えるから、より狙おうとなれる。 その結果バーディ率が上がっているので好循環ですねと。現在は平均バーディ数も8位だ。また宮沢さんはスイングのことなども自分で改良し、いろいろとチャレンジしています。ミスした時も自分を責めずに、前向きに考え改善していくことができる。チャレンジできる性格。